憲法違反のことをいくら議論しても憲法違反なんだよ。いや、雨も降ってきそうなんですけど、何回でも言いますよ、何回でも言いますけど、なんでこんなことやってるかっていうと、今の政治がめっちゃおかしいぞと、戦争法案だけは絶対通しちゃいけないぞと思って、憲法を解釈で変えるとか、なだってさっき立憲主義って言葉おかしいっていうか、難しいっていう感じに小西議員言ってたと思うんですけど、僕中学校の時に習ったんですよね、立憲主義っていう言葉、黒文字でしたよ、黒文字暗記しました、意味。それは権力を縛るために憲法があるんだとね、中学の時に習ったんですね。それがないと、まあ、高校受験は絶望的ですね。でもそんなことが守られない。法律だったら、僕たち犯したらどうなりますか。法律犯したら逮捕されますよね。ね、政治家がそれやったらどうなるか。普通だったら首が飛ぶんですよ。やめさせないといけないでしょう。安倍首相やめさせないといけないと思ってるんですよ、僕たち。めちゃくちゃなことしやがってと。だっておかしいでしょ。自分たちがやりたいことを、例えば僕がもし人を殺してですよ、殺して、あーなんか殺人罪だけど、ちょっと法律がおかしいから法律変えましょうって言ったらどうなります。わけわかんないことになるでしょ。そういうことやってるから国会が今意味不明なことになってるんですよ。議論やってもやっても全然なんかこう どこに戻っていくのっていう、なんかめちゃくちゃな議論になっていくのはそもそも憲法違反なんだからです。憲法違反のことをいくら議論しても憲法違反なんだよ。めちゃくちゃ腹立ってますよ、ね、こんなことここで言わないといけないですか。僕、法律守れって、法は法だから守らないといけませんよって、なんでこんな渋谷のど真ん中で言わなきゃいけねえんだよ。普通わかれよ。あとね、なんかヘラヘラした態度でうつら笑いをして聞いてるじゃないですか。あとなんか早く質問しろよとか、日教徒日教徒とか言って、どういうマインドを持ってそんなことやってるか知らないですけど、そんなことで20代の生き死にが関わるような法律を決めるんですか。ヘラヘラして自衛隊を戦地に送るんですか。ふざけんなよマジで。相当腹立ってますよ僕、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まあでも一番腹立ってんのは、世論調査で8割方説明不足とか納得いかないって言ってるくせに支持率がこんなに高いことですよ。おいマジでどういうこっちゃ。なんとなく経済が良くなってるから安倍政権でもいいやって、他に入れるところがないから、まあ、ぶっちゃけ俺もどこに入れるかってめっちゃ毎回悩むんだけどね。でもだからって現政権でいいんですかと。あとよく考えてくださいよ、本当に経済良くなってるんですか。株価が上がってるっつって株持ってるやつどんぐらいいんだよ。俺一株も持ってねえぞ。ね、実際貧困率が上がってて、消費税増税も別にいいですよ。それが社会保障とか学費に使われるんだったらいくらでも払いますよ税金ね。100円のものがあって10円だろうが20円だろうが、学費がもっともっと安くなってみんな学校行けるんだったら俺払いますよ。だけど実際その税金どこに使われてるか全然わかんないじゃないですか。あとね、なんか計画的に政府はちゃんとやってるから信頼持ってる政府だからって言うけど、オリンピックの一つの会場作れないってような政権がそんままでいいのかボケ。なんだよ何千億っておかしいだろ。埼玉スタジアムでも何百億だよバカ。というわけで腹立ってますよ。おい、すいません、ちょっといろいろなことがありまして、ちょっと時間のつなぎで僕が国会議員の間に挟まれて話すっていうのはなんかちょっとおかしいなと皆さんうすうす気づいてるかもしれないんですけど、まあ、つなぎなんて聞いてください。めちゃくちゃいろんなことが言いたいんですよ。憲法っていうものを守らなくなった国、
でしかもなんかよく言われますよ、デモとか街頭に出ても選挙行けよと言い返してやりて、言ってるわボケと、選挙ぐらい言ってるよ毎回。あと10代20代、まあ10代選挙権ないですけど、20代の選挙権が低いって言うじゃないですか皆さん。おいそこの30代40代、お前らの選挙の投票率どんぐらいなんじゃボケ、数パーセントしか変わんないでしょ。まあ、俺らも忙しいって言っても皆さん働いてるんでもっと忙しいかもしれませんが、皆さんも選挙行きましょうよ、もっともっと呼びかけていきましょう。でこれはデモか議会制民主主義か直接民主主義かって話じゃなくて、議会にちゃんと期待をかけて選挙に行きましょう。でもだって特定秘密保護法とか戦争法案とか聞きました、選挙の時に一回でも耳にしました、してないっすよね。アベノミクス選挙だって突然解散したんでしょ、それでなんとなく選ばれてるわけですよ。なんだけどそんな選挙で僕、まあそういうたった実際のところ全体の2割しか投票、自民党に投票してないのに自民党がこんなに取ってるわけですよね。そういう議会が不健全な動きをしてるときはちゃんと街頭に出て主権者である国民が声を上げなきゃダメだって、そういう話ですよ。議会を軽視するような政権が出てきたから俺たちにこうやって出てきてるんですよ。なめんなよ、本当だったら別にこんなことしなくていいですよ。だけど今やらなきゃいけない、声を上げなきゃいけない、わざわざこうやって休日の時もちょっと暑いなとか思いながら来ないといけないぐらい政治がおかしいからやってるんですよ。台湾の学生たちは台湾の立法院をあの去年選挙して政治がおかしいっていうことを訴えかけました。その時に彼らが何を言ったかっていうと、国会は我々の代表が集まってるはずだと、つまり国民の民意があそこに集まってるんだと、その民意を無視して議会を運営するならば我々が立ち上がらなければならないって言って学生たち選挙したんですよ。同じ話ですよ。今おかしいことが起こってるんだったらそもそも主権者である俺たちがちゃんと言いましょうって、そういう話です。この国は独裁国家じゃなくて国民主権でしょ。一人一人が考えていいんです、一人一人が行動していいんです、一人一人が言葉を出していいんです。よろしくお願いします。